でも、この1人目のセンターがちゃんとで、2枚目が戻った時のここの切り返しを止める、うん、行くで、センターが戻ってくるのにこれ明日は今まで1年間やってきたことを見せれば、全て出せば絶対に勝てると思うので、チーム一丸となって1年間頑張ってきたことを発揮できるように全員で全力で戦いたいと思います。明日は待ちに待った最大との試合なので、全力で全員で勝って笑顔で終わりたいと思います。でも勝ちたいなんかわかるよ。でも勝ちたいっていう気持ちをもう60分間出し続けようと。でも最後にもう60分間ブーッってやりたい、うんうん、やるよ。逃げられないじゃないですか。そうだよ、そうだよ、分かってるよ。やるんだよ、やるんだよ、うん、やろう、本当にやろうと思ってる。もうね、見せ続けるよ、60分間。あ、ずっとこれ、僕と思っちゃう。ごめん、ずっと。違う。うん。なるほど。いいと思う、もう。簡単。5分間やっても、うん。うん。じゃあやろう。いや、頼んだ。これどう？おはようございます。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 おはよう。Thank you.
疲れ様でした。あのやっぱさ、はい、シュート決められないとないんだよね。でもね、60分間ちゃんとみんなで協力してからスタートしたと思うよ。だからやっぱシュートをしっかり決めきれなかったところとか、あとはそのディフェンスで、まあ、分かって体重、まあ、マーク取れてなかったわけじゃないけど、やっぱ体重のところで力を及ばず、まあ、こういう結果なのかな。あとはその攻防の切り替えがやっぱ向こうの方が早かったね。早く正確だったと思う。だからミスの数はほぼ一緒だよ。ほぼ一緒か向こうのがちょっと多いぐらい。自分たちがしっかりディフェンス後半非常によく守れてたので、ミスの数はそんなに変わってないし、向こうのがちょっと多いぐらいだけど、うちらのミスをきちんと向こうは速攻で仕留めてて、うちらは、まあ、そこで行ったところはシュート入らないとか、そこを知っていなかったというところの差が最終結果だと思う。よし、行きましょうか。ちょっと残念だったけど、でも、やっぱ60分間みんなが戦い続けていいゲームだったと思います。この、ね、大会目指して学生の、ね、最高峰だから、もう一勝して明日決勝戦となったけど、まあ、そこは非常に残念残念なんで、もう4年生これで終わりになっちゃうけど、3年生以下はやっぱシュートをきっちり決め続けられるとか、あと体重で負けないとか、切り替え早くするっていう、もう当たり前のことだけど、そのレベルをきちっと上げて、多分来年こそ高校生で一番なれるように頑張ってもらいたいなと思います。4年生本当によく頑張ってる、よく頑張ったらいいかな、ね、では後半でやっぱちょっと目が回って、体が大きかったね。お疲れ様です。お疲れ、お疲れ様でした。狙いを定めてました。近い。今からご飯ですね。動画？動画です。ご飯です。いっぱい食べますか？食べます。以上です。早く早くなし。早くフラグ。夕飯。めっちゃ変な顔。はいはい。かわいい、かわいい。かわいい。お疲れ、お疲れ、お疲れ。お疲れ、お疲れ、お疲れ。お疲れ様でした。いや、せーの、いただきまーす。おいしい。おはよう。タクシー乗り。大学6番宮迫亜美選手、しっかりセンターにプレッシュして、またみんなで集まって頑張っていきましょう。何ができるんですか？次のチーム練習は24日、どうするまでの間に何を準備するのか楽しみです。あとここで代替わりになるので、どうなってはい、せーの、はい。